はい、始まりました。村山市のアイドリッパーダブル、村山ひとしです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、アイドルご紹介番組です。それでは本日のゲストご登場しましょう。どうぞ。はい、どうぞ。はい、ご登場しました。はい、立ち位置。はい、じゃあカメラあっち向かって。はい、じゃあユニット名からいきましょう。私たち社会人にありアイドル、アマピリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一人ずつの名前を言っておきましょうか。言っておきましょうか。じゃあ、はい、はい、アマピリのアマの方、のんたん、平和担当のんたんです。よろしくお願いします。はい、はい、アマピリのピリの方、つーちゃん担当、つーちゃんです。よろしくお願いします。イエイ。はい、アマピリのピリの方、生え際担当、みのりんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずは、まあ、来てる皆さんはまあ分かってると思うんですけど、ネット見てる人もね、いるんで、アマピリとはどういうことですかと。はい、そう、ユニット名の説明からお願いします。なんぞということをね、はい、あのくだりやっちゃう。じゃあ久々に、久々にできるかな。なんかあんのね。できるかな。はい、噛んだらお仕置きで、うん、前振りはよろしくね。じゃあ、はい、はい、じゃあ説明しよう。アマピリとはまで言ってよ。完全忘れてた。私の方が忘れてた。はいはい、どうぞ。もう一回いいですか。もう一回いいですか。どうぞ。説明しよう、アマピリとは。年をとっても可愛くありたいゆるふわで甘いキャラクターと、年をとってもふざけ倒したいピリッと癖のあるキャラクターが、神の見えざる手によって導かれ結成された4人組社会人ユニットである。なお年齢は非公開のため、各自ツイッターのつぶやきから想定していただきたい。ツイッターはフォローしてくださいね。っていうくだりね。っていうやつやってました。年齢関係なくいろいろやっていきたいと。そうですね、そうですね、はい、で2人がピリピリですね、はい、でこちらがアマです。あー、なるほど。だから一人だけ今ふわふわした感じ。はい、イエース。そしてたんですね。はい、はい、しみは空の彼方に投げ捨てて突き進め、愛を探す私たち輝く、みんなで分かち合おうよ。雲の際に光る星、掴みたい、だからネバーギブアップ。アイアイ、希望が未来を作るよ。正義の愛を使ってる目で魂弾けて世界を叫ぶよ。心でビジョンを任せよ。手を一つ進め明日へ、幸福前進発射準備、追いかけて走り出せ、君の心。
とうございます。ありがとうございます。ね、待って、なんで最後前向いてたの？間違えちゃったびっくりしちゃった今。嘘、前向いてた。後ろ向き、こうやってた。そう、向きそびれて、いいや待って、かっこいい、かっこいい。前向いちゃった。潔いね。はい、ということで、はい、はい、改めまして、はい、はい、アマピリのアマの方、平和担当のんたんです。せーの、のんたん。イエーイ。はい、アマピリのピリの方、つーちゃん担当、つーちゃんです。せーの、つーちゃん。アマピリのピリの方、早際担当、みのりんです。せーの、みのりん。はい、ありがとうございます。そしてね、今日はちょっとお休みなんですけど、ゆうみちゃんと中継がつながってるらしいんですけど、ゆうみちゃん。はい、ラブ担当、高梨ゆうみです。ゆうみって呼んでください。せーの、ゆうみちゃん。一番でかかった。ありがとうございます。やっぱゆうみちゃん大人気だよね。ね、特徴的にかな。そうそうそう、中継ありがとうございました。はい、ということで、私たち社会人ニアリーアイドル、アマとピリでアマピリです。よろしくお願いします。今日はね、初のワロップさんということで、皆さんお越しいただきまして、あとお招きいただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや、めっちゃこの状況、明るいところでやるのなんかすごい恥ずかしい。なんか初夜をしてる感じですごい恥ずかしい。初夜をしてる感じって何？ちょっと今放送禁止用語かもしれないけど、明かり消してくださいって感じだよね。わかるっていう感じ。すごい今恥ずかしくて汗がすごい。そうそうそう、ライブハウスとかだとね、結構暗くしてもらえるから、バレないところがバレちゃう感じ。はい、ということでね、じゃあそろ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 アピールしてた。はい、では次の曲聴いてください。君不足。こんな気持ち聞いた君不足、君だけしか僕を救えないの。
はい、アイドリッパダブルゲストはアマピリです。はい、よろしくお願いします。バラバラ。もうすごい今歌ったから汗が。そうです、すいません。すごいですね。代謝が良くて。代謝が、はい。やっぱ明るいところで歌うの恥ずかしいですか？いや恥ずかしいですね。そうです初めてなんです。初めてですか？まあ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 。はい、ということで、まあこういうどういうユニットなのかっていうのね、まあ先ほどおっしゃいましたここの話を。はい、もうちょっと聞きたいんですけど、ありがとうございます。お願いします。一人ずつどういう人なのかちょっと他の二人が説明してもらっていいですか？あーなるほど。か誰から行きましょうか？のんたの紹介から行きます、ね、ちょっと汗かいちゃってるからね。確かに、うん、天城さんどういう人ですか？すごいちょっとわけわかんない子で汗かきっていうわけがわからなくて汗をかくのが多分のんたんかな。そうですね、代表格だよね。汗かくのはみんなかくでしょ。私も結構人のこと言えないぐらい書いちゃうんだけど。いやでも汗かきはもうね、うん、すごいですね。そうですね、うん、明らかに玉のような汗が、はい、ちょっと動くだけでめっちゃ素敵な表現、ね、はい、でもねここら辺からしか結構垂れてないから、うん、女優って感じ。どういう女優の人で、女優の人でなんかここは汗かかないけど他はすごいみたいな、うん、なるほど。女優なれるかな。うん、うんこの話だともう汗をかくのが上手い人っていうだけで終わりますよ。わざと書いてるわけじゃないんです。わけわかんないの方も拾ってもらう。確かにそうですね、うん、なんか好きなものとか。好きなものはワンピースと、あと可愛いなんか動物とか。ワンピースとお洋服のワンピース。あ、違います。あの漫画の、漫画のワンピースです。ジャンプの、好きなキャラクターは。キャラクターは2人いるんですけど、うん、あの1人は何ですか、うん、麦わらの一味のニコロビンちゃん。ニコロビン、はい、とそっちから言うんだね、うん、まあ、あとトラファルガーローっていう、知ってますかね、うん、知ってる、知らない人もいるかもわからないんですけど、うんうんうん、なんか今、うん、結構、うん、出てるかなぐらいの人。ちょっと巻いてくれる。巻いてくれ。なんて言ったらいいのかな。そのキャラクターのモノマネ。え、モノマネ？新しいパターン。新しいパターンじゃないこれ。3、2、1、はい。行きたい。え、どっち、誰のモノマネ？ロビンちゃん。あ、今、そトラファルガーローの方をやったかと思った。ローのはちょっとできない。僕ワンピース見てないから分かんないんです。あ、そうなんですか。あの、似てたんですか？似てないですね。許さないよね。だとしたらね、もうちょっと振られてやって似てないっていう判定になっちゃいましたけど。まあ、それ多くてできないです。ルフィのやつやったみたいな。なるほど、わかりました。で、とにかく汗かく人なのね。あ、マイペースとか言っとく。マイペースぐらいの感じ。歌が上手くてマイペース。あ、そうよかった。はい、はい、歌が一番上手いんですよね、うん、皆さんご存知。さっきからふわふわっていうかゆらゆらしてますけど。そう、なんか一人でどっか行っちゃったりするしね。急になんか変なこと一人で言い出す。そう、一人で一人ごとがすごいです。一人ごとがすごい人なんですか。はい、やばい人ですね。やばい。そうなんです、そうなんですよ。だからメインはそこなんです。なんかそんなに迷惑かけない程度に行ってます。 ありがとうございますはい、じゃあどういう人ですか？誰か言って。はい、少年っぽい。ありがとう。少年っぽい人かな。ちょっといいとこ行ってみんな結構大森さんは少年っぽい。少年っぽい、まあ、すごい無邪気な心を忘れないっていう感じですかね。あ、はい、無邪気なところ忘れない。合ってますかここ？まあ違う。ちょっと嫌い、私のこと嫌い。いやでもつーちゃん本当にすごい面白くて、うん、いやハードル上げにかかってんでしょ。言葉のボキャブラリーとかが本当にすごいんですよ、うん、そのチョイスするみたいな言葉のチョイスとかボキャブラリーが多い。あとしかもちょっとさっきののんたんがやっちゃったけど、つーちゃんこそモノマネが上手なんだよね。やだ、どんだけ鬼滑ったんですけど、どうしてくれる？どうしてこれ楽屋で打ち合わせしたんですけど。思いっきりはいいですよ、思いっきりは思いっきり認めてもらっていいですか？しかもまあ、ね、今の9大点ですよね。え、モノマネできるんですか？まあ、多分ほらほらえ、誰、カメラに向かって。乾杯の温度を取る篠原涼子、うん、おお。こんなに期待されたこと初めてなんだけど。え、どんなんですか？いや、鬼ハードル上げるじゃん。はい、じゃあいきます。どうぞ。みんなもうグラス持った、持った、みんな持った、一人ずつ持って、それじゃん、乾杯。どんだけ、どんだけ。ほんと
つれ基本は一緒ですね、篠原涼子もいつもよりでも調子悪かったよ ね、ちょっとね、ちょっとね、緊張しちゃって ね、喉の調子がね、なるほどなるほどもうね、え、好きなもんじゃあ何ですか。好きなもの、好きなもの、アニメとか漫画ですかね。やっぱりそう、あ、やっぱそっち行っちゃうんですよね。アニメ、え、特に何が好きなんですか。特にメゾン一国とか知ってる方が多いんじゃないですか。またね、往年の、はい、だってそんなの正直ね、45ぐらいの人たちが自称47なんで。あ、そうなんすか自称47歳なんです、私。あ、47なんですか。はい、だって年齢不詳でしょ。はい、まあ、そこで美魔女、美魔女だよね。美魔女なんで。あ、でも全然ドラえもんとかも見てますよ、最近。あ、まあそれはそれはまあね、ずっとやってますからね、ドラえもん、ね、毎週録画して見てます。あ、そうですか、はい、好きですか、ドラえもんね。はい、うちの甥っ子だって見てるわ、そんな言ったら。いや、まあ別にそれ少年と繋がってくるじゃん、子供心を忘れないっていう。え、他好きなアニメとかありますか。好きなアニメ、あとなんか海外アニメとか結構好きで、うん、あの昔 CC レモンの CM で黄色いキャラクターのやついたじゃないですか、はいはいはい、あれシンプソンズって言うんですけど、はいはいはい、あれが好きですね。あ、なんかほんとちょっとそれの T シャツとかすごい着てるんですよ、この子。あ、いつも着てるんですか。はい、目が飛び出てる。結構アメリカンナイズされてるんですか。そうなんです。そうなんですか。アメリカン好きなんですよ、ね、アメリカン好きなんですよ。パワーパフガールズとか。え、適当に喋ってます。いや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 、え、なんて言いました。パワーパフガールズも 僕ら世代よ、割と。いや、本当そういうの好きなんです。そうなんですか。え、バカにしてます。いや、結構尊敬しております。さっきから気になるんですけど、手に何書いてるんですか。手にはちょっと今日は不在の、うん、不在の子がゆうみちゃんっていう子がいるんですけど、まあ、そこにここにいるよっていうことで。ピンク担当だからピンクで書いてる。そうです。わかりました。いるにゃん。じゃあ早山さんどういう人ですか。早山さん、お母さんみたいだよね。あ、あ、お母さんみたいに。確かに。お母さん、怖い。そんなお母さん怖いんだけど。包容力があるの？世話役の。そうなんだよね。面倒見がいい。なんかおっとりっていう感じの。うん、マジで？っていうイメージかな。やった。僕さっきあのアマピリで、アマとピリどっちが分かれるかっていうので、てっきりアマだと思ってたんですけど。全然違うみたいな。いやいや、違いますよね。違いますよね。アマにしか見えないんですよね。でも今こう話してきて、あ、違うなって思ってきました。確かにピリだなって思ってきましたけど。あとはもうなんかダイソン並みの吸引力でずっと食べてるんですよね。あ、大食いの人なんですか。大食いなんですよ、めちゃくちゃ。結構食べるんですか。まあまあまあ、まあ、みんなでご飯食べに行った時とかも、だいたい全部残ったものみのりに。あ、もう処理班として、みのりんがいればじゃあこれ頼んで食べきれないかもしれないからって思ってても、みのりんいるから大丈夫っつって頼んじゃいますよね、大概ね。行ってくださった方がね、食事会の時にね。いや、もう本当すごいウィンウィンの関係なんですよ。そうです。しかも好き嫌いがほとんどないから全部嫌いなものをあげるっていう。あ、そうそう、何でも食べれる。何でも好きですね。ピータンとかも好きですか。あ、ピータン、そう、ピータン、まさに中華街行った時に私がピータン頼みたいって言ったら、私以外全員ない。そうですか。そんな感じで。一人で食べてます。え、今までの大食い記録とかなんかありますか。なんかバケットっていうパン食べ放題のお店があるんですけど、メインディッシュ頼んだらパンこんぐらい、なんかこんぐらいのやつ食べ放題よみたいなお店でパン23個食べたことあります。すごい。23個。23個食べないよ。ねえ、まあ、女性の方があの大食いに向いてるとか言いますけど、23も食べれるんだ。そうなんです。ここに入っちゃいましたね。はい。すげえ。今日はそんな出てない。今日はすごい妊婦みたいになるんですよ、それで。ああ、なるほどなるほど。あの大食いの人って本当に胃がパッて広がるらしいですからね。へえ。ちょっと挑戦してみたらどうですか。じゃあぜひ大食いの方で。選手権の方にね。何目指してんの。瞑想しちゃって。まあそれも仕事になるかもしれないですからね。確かに。はい。まあそんなようなアマピリさんでございます、はい、まあ終始みんなふにゃふにゃしてたなっていうのがあの僕の印象なんですけれども、あ、ピリッとしてる、ピリッとしてる、ピリッとしてる、はい、じゃあ最後どんだけみんなで、みんなで、みんなで、いや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 、せーの、みんなじゃないですよ。え、嘘。せーの、ちょ、あ、ほら、もう CM 入ったからいい。はい、アマピリさんでーす。で、ちょっとあの曲のこととか聞きましょうかね。さっき、はい、
歌ってた曲、はい、CD とかなってんですか。なってます。そうですか。どうしたんですか急になんかピシッとしようかなと思ってそうちょっとね、うん、ちょっとさっきふざけすぎたからちょっとこういうのもできるんだぞっていうところをちょっと、はい、いやまあまあどういうさっき歌った曲は何て曲ですか。じゃあ1曲目が、うん、だからネバーギブアップ。はいはい。で2曲目がみんな大好き君不足っていう曲です、うん、なるほど、オリジナル何曲あるんですか。オリジナルは5曲です、ね、5曲あって、はい、今の CD になってる。なってます。なってる。変える。変えます。ライブだってあの聞いたらワンマンライブ、あ、1月に結成したんですよね今年のね。そうですね。そしてワンマンライブは何回もやってるんですか。3。すごいですよね。なんかすいません。え、なんかえ、これ聞いちゃいけないこと聞いたんですか僕。いや全然大丈夫です。大丈夫です。タブーないんで。はい、3回もやっててね、はい、すごいですよね。いや、ほんと恵まれましたね、はい、環境に。そうですか。え、なんか聞いちゃいけない。いや全然そんなことないです。今急におしとやかやってみようと思ったらすげー。そうちょっとすごい汗かいちゃった。そう。あ、なるほどね。じゃあそういう曲歌ってる、はい、でもオリジナルですもんね、5曲ね。はい、そうですね。え、ワンマンでは他にどんなことやってたんですか。ワンマンではちょうど今回がこのみのりんの生誕祭も一緒にやったので、うん、そこでね、なんかいろいろと社畜さんが、あ、私たちファンのことを社畜さんって呼ばせていただいてるんですけど。用語があるのね。はい、はいはい、ファンの方は社畜。そうです、はい、ひどいですね。社畜 T シャツが。あ、ほんとだ。あ、ほんと社畜だ。後ろに社畜と。あと他に用語ありますか。じゃあなんかそのライブのことを総会って言ったりとか、うん、あと来てもらうことを出勤してくださいって言ったりとか。で、お休みするのは有給ですね。だからメンバーの人は今日有給休暇って言ってた。あ、そうです、今日有給。ゆみちゃん有給ですね、はい、そういう感じで、はい、まあ、あのホームページいろいろね、そういう用語も書いてますから、はい、ぜひ見てください。ぜひぜひ、ありがとうございます。じゃあ告知最後にしておきましょう。はい、はい、はい、次がですね、10月の19日にですね、うん、神田ミーファさんにて夜の部でライブに出演させていただきます。はい、はい、そしてもう一つ、10月の21日、渋谷グラッドさんにて、16時25分のライブさせた、うん、ライブに出演させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来てください。というわけで、ゲストアマピリさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。